鉄オタあるある。今年の201系が大阪東線から引退なんて信じられない。3月のダイヤ改正の時期になると情緒不安定になる。鉄オタあるある。YouTube の動画投稿者多い。鉄オタあるある。カレンダーは大体鉄道関連。スピードメーターのアプリ入ってる。なんでだろうな。ため息はブレーキ考えよう。鉄オタあるある。駅の時刻表があればもらっていく。夏は早起きする。家にいても運行情報を調べる。携帯や PC の壁紙、大体鉄道関連。HK、はい、好きな曲は鉄道唱歌だよね。好きな曲は鉄道唱歌。使わないグッズたくさん買いがち。Prince Park 大阪 Station Number 847 Depart from Track 1 大阪 Loop Line to 京橋 and 鶴橋 Depart from Track 2。 自動放送とかの英語は覚えている。 Transfer here for水ゼリー大好き。西村京太郎サスペンスが好き。切符と領収書もらいがち。日の出日の入りはチェックしがち。時刻表は長編小説とかす。スーツに敏感。連結シーンは見ちゃう。電車が通過しますより列車が通過しますに敏感。貨物は牽引機が気になる。駅のパタパタは昔の行き先が気になる。子供にはあずさ、さくら、はるかとかの名前つけがち。ミュージックホーンはビビるけど嬉しい。レア列車はツイッター情報。ホームドアはちょっと苦手。ラッピング車は一応撮影。貨物は何両あるか数えてしまう。気づけばバスも被写体。桃太郎といえば機関車。9幕5幕だと嬉しい。関東の鉄オタは新快速に憧れる。関西の鉄オタは山手線に憧れる。サービス系ですか、危なかったのか分からなくなることがある。ドア開閉は取りがち。かぶるとがっかりする。マクマーシャー取る。国鉄車はみんな大好き。世界。
鉄の匂いがわかる。撮影地が空いていると嬉しい。リニューアル車両が嫌いな人がいる。駅メロ取れなかった時の悲しさ。全面展望は立っていても苦ではない。ホームの端にいがち。ダイヤ乱れは興奮する。九州車の嬉しさ。修学旅行は団輪で行きたいと思っている。ローカルの意は普通。一駅でも特急乗りがち。切符の購入速度が新幹線。通勤通学も苦ではない。大垣であって下関でも合う。長距離でも普通に乗ったりする。柱は敵である。家にいても遅延が気になる。モーター車に乗りがち。電車、機動車の間違いに厳しい。一人が飛び出すとみんな集まる。トラブルがあると運転手と車掌の会話を聞きに行く。駅名表以外も表示は撮影。とりあえずスピーカーに向けて撮影。嫌いな列車もいる。行動範囲が広い。GTO、IGBT といえば VVVF インバーター。高速バスを恨むことがある。マナーの悪い鉄オタもいる。岩倉高校は憧れ。ニーナといえば EF66。気づけば引退が迫っている。目的地に着いてもすぐ折り返す。いろんな人と地元の話ができる。並走劇が大好き。レア車の時だけ陸上部。速さの単位が中越。旧国名も大体わかる。ニートといえばニートレイン。ミュージックホーン口ずさみがち。カーブが好き。ストレートも好き。この路線がこうだったらなぁと妄想する。大和西大寺は聖地。ディズニーといえばリゾートラインかウエスタンリバー鉄道。月光といえばムーンライトながら。車内販売あると買いがち。農家並みに稲刈りの時期を気にする。一般人のことを非鉄という。ジャパンレールパスが使いたい。金がなくても駅弁買いがち。旅行は観光よりも列車に乗るため。 JK は京浜東北線の略。鉄分補給は FE を取るわけではない。製造名板はチェック。車移動でも鉄道が気になる。
乗車電のトイレはチェック。ローカルな地理にも強い。 SNS のアイコン鉄道になりがち。エレベーターも取ってる。車内の半自動ドア不必要に押しがち。電車で GO、 BVE は神ゲー。車内カーテンは少しでも開ける。鉄道唱歌を覚えている。時刻の4桁表記。最寄り駅は玄関。稚内より近ければ近場。入場券も緑の券売機で買う。カメラのバッテリー忘れがち。鉄道が好きな理由を明確に答えられない。乗り換え検索に突っ込む。切符のお持ち帰り。流しが決まると嬉しい。人間版乗り換え検索。趣味の欄に旅行って書きがち。レア列車はとりあえず連車。気づけば撮り鉄してる。